はい、皆さんこんにちは、カズエンドです。じゃあ、トキです。おいガチャじゃないよ。先日ね、引いた、ガチャの方でいただいたキャラとかのね、まあ、上限解放なり、いろんな動画を、まあ、雑談も踏まえながらやっていくという動画でございます。はい。で、この動画に関してもですね、プレゼントキャンペーン対象動画となっておりますんで、登録、コメント、あと評価の方お願いいたします。お願いします。いきます。まあ、おさらいをするも何も、すんごい引いたんで、はいはいはい。200連ぐらいやってるんで。やりましたね。はい。まあ、さささっと、まずは、整理だけちょっとしました。で、まあ、目玉としては、このね、内藤メールだったり、うん、マグロくんの ESR を手に入れたということで、ここの解放しつつ、まあ、ビビちゃんだったりね、あとは新キャラの上限解放なども、まあ、やっていこうかななんて思っております。はい。じゃあ、まずもう、ケーキ漬けに、ビビちゃん行こう。おいっす。ビビちゃん。ほう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 。ここで行くかもしんない。ね。まずここで。ビビちゃん行きます。よしこ。さあね、もうここもね、何度かけてるかわかんない。頼むよ、頼むよ。くわー。ビビちゃん行かねえか、やっぱり。確かにビビリーチかけてから長いっすね。長い。さあ、続いて、じゃあ、メール行こうか。うん。メールはですね、S3 のプラス5を、まあ、普通に持っていて、さらに、この倉庫の方にですね、プラス5と、その普通の、もいます。はい。あとは、PR でも行ったやつだね。PR も持っていきたいんだけど、1体戻さなきゃ PR を入れられないということで、ちょっと1人だけ、向こうに行っててもらいましょう。あ、そしたらですね、神宮寺。神宮寺行きたいと思います。神宮寺は、いたでしょうか。いたね。4です。あ、3ですね。なので、まぁ、ちょっと、貯めてどうこうってやるつもりないので。ポンポンと。はい。行きたいと思います。カズエンドさんらしいです。うん。まあ本当に結果論なんでね、これに関しては。どっちがいいかって言ったらわからないっす。やっぱり皆さんのね、運次第なところありますから。さあ行くか。行かずですね。OK です。で、そうなんですよね。結局運次第っちゃ運次第なんですよ。そう。なのでまあ、わからんっす。ここも持って、あ、これ持ってっちゃったんだ。PR どこにいらっしゃいましたか？メイルですよ。これですね。他はいないね。移動します。メイルはね、本当にちょいちょい来てたんで、まあ、ようやくここで PSR を引いたかみたいな感覚はちょっとある。自分の中で。はいはいはい。なので、こんな感じです。おう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 。なんかワンチャンいろんな可能性あるでしょ。すごいっすね。なので、まずトントントンのトンいきます。まあ、全部いっちゃっていいか。いきましょう。全部いこう。これで、いくつになるか。まず確定は1。1は確定。1確定。なので、もしここで2とかになれば、母体のやつもかけます。母体というか、もともと持ってるやつもかけます。いきます。お願いします。さあ、2いけ。1。よし。いいよ、ケボッカボ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 カ。おーし、もう一個いっちゃって。おー、待って、どういう計算？どういう計算？え、これすごくない？待って待って、SR プラス5が2。うん。そこが2取ったのか。2取って。SR1 と SR2。SR が取る。やばくないこれ。もうこれで SR、PSR プラス5になってる。こんなことある？得。いやー、これがやっぱ200連の恩恵だ。すごい、前部だよね。確かね。そうっす、メールは確かそうっす。うわ。すげえ。やる気150。やる気150。これは結構、ねえ、ホムラ軍っていうやつですか？すげえ、これは。ちょっと4段階いくとは思わなかったよね。使用中ですか？いや、これはでかいじゃないですか。ねえ。ここは一個嬉しかったところではあります。あ、ここね。
あの、ブレインとかでやっぱり、未だにやるときは、あの、使ったりするんで。うん。また PSR のプラス5がいい。いやー、すごいこれは。増えました。思い切ってよかったね、ここは。うん。ありがとうございます。ただ、レベリングめんどくせえ。50結構きついですからね。50結構きついんだ。まあ、これは後ほどするとして、次、マグロくんですか。マグロ。マグロくんもですね、なんだかんだで貯めてはいました。うん。でも、まあ、2体だけね。ここの2体が、まあ、すんなりと通れば。やりましたね、今。もう少しね。ですね。なんで貯めてるかはちょっとわからなかったです。それが出会いというものです。出会いがあれば別れもあります。はい、ここでお別れいたします。はい、さあマグロ君、まあ、これもこういう感じでいきます。2段階行ったら向こうも食べさせるという感じです。さあ行くか。1個行った。さあもう1個行くか。行かず。いや1個行っただけで十分ですからね。本来、まあ、ここは、はい、気長にねやっていこうと思います。マグロくんはどこにいる？マグくんいますね。マグロくんもマイベですね。復活ですから、彼も。うん。そうですね。うん。はい、という感じです。続いて、こまごましたところだと、まあもう坂本玄とかもうかけちゃいました。新キャラ。新キャラですね。見たところ、PR のね、こいつはやたら持ってた。はい、やたら出てた。10体近くいました。けど SR 手に入ってないですよね。そうなんです。で、まあ、ポイントとしては、私が手に入れたのは、ね、彼女キャラのこの子と、あとは、ヤシキャラですから、打撃走塁のこの子。この二人です。なんで、まずじゃあ、彼女キャラから行くか。で、どうやっていくかなんだよね。で、R も結構あったんで。プレゼントボックスにはいないですか、かなでちゃんは。持ってきた。なるほどね。したら、やっぱり PR に R を食わせて。うん、その方法でいきたいと思います。はい。ちなみに、ちょっと確認だけします。いっぱいいるでしょ、こいつ。ああ、いないですね。うん。一応ここも回収して。うん、いないですね。いないですね。マグロがいるね。マグロは最後、またワンチャンやりますか。では早速いきます。まあここがどうなるかもすごいちょっと注目だよね。まず PR に R を、こんな感じでよろしいですか。全部いっちゃいましょう。 R、 まあひとまずだね。いやでも肌感覚やっぱり大量に突っ込んだ方がいいです、うん、その方がなんか確率ある。俺の中でですけどね。うん、そしたら、まあ、今回ここのタイミングで引かないんで全部いっちゃいましょう。いい。うーん、うん、まあ、PR5 を作れますけどこれでいくと。 PR5 を作って2段階いって3でしょ、最大値見えるのが。最大値。うん、最大いくのが。SR のプラス3まででしょ。そうっす。ん？ PR の5を作ったら。はい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 。3見えるわけじゃん。はいはいはい。要は PR に5体突っ込んで、2段階行ってくれれば、
PR 語作った方がいいか。うん。なんかそっちの方が俺もいいと思った。まあこれがもう一個 R で解放してたら全然違ったんだけどな。いくかじゃあ。2、3、4、5で。うん。よろしいですか。はい。一枚もいかないパターンありますかね。そうだよね。さっき R がやっぱいかなかったもんね。はい。うん、で、ここで。うん。PR の方で2ついってくれたら、バンバンザイですね。そうだね。お願いします。シャッス !1、2。ここまでは確定。いやーくそー、まあ時としてこういうことはよくある。マジかよ。マジかよ。残念でならないっす。んで、あと、呪い、木場静か。金原さんピースは持ってませんでしたっけ？金原は、うん。もうどうしようもないからさ。滝本。ハリさん、山口。で、マグロとかかな。鈴木。マグロ。あ、マグロちょっと優先する。これは今から食わせるキャラですか？あ、そう。まずマグロくん。もう先行っちゃいます。1.5 パーです。大体こうだよ。大体こう。俺も結構こういうのやってるけど、大体こうです。あれはね。うん。さあ、続いて、じゃあ、この子いきますか。新しいキャラ。この子も最初にまず上がる。1、2、3、4、5。これいきます。じゃあ、全部いこうか。ね、ちょうど10枚ありました。いっちゃってください。 !1、最高 !3、3、3。2、2。もう一個。よし、もう一個。4! おー。だいぶいったな。だいぶいきましたね。そしたらもう素直にいきますか。ね。こういきましょう。ご椅子。はい。で、この子ですか。そうそう。なんで。まあ、待っとこうか。うん。ここは。ね。オッケー。はい、オッケー。まあ、ここは2段階行きましたと。あとは、キバ。脆いキバ。その前に、ここに行きます。まあ、ここら辺はね、もう何も気にせずポンポン行く系で行きます。キバも行く。SR もありましたか、ね、はい。プラ、1つくと嬉しいです。1、1。うわぁ、1だよね。もう1個今言ってくれたらね、5食わせるんですけどね、SR。そうなんだよね。あ、でも SR 持ってない。別バージョンだから。あ、そういうことか。うん。あー、そうか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 。別バージョンまで待つっていうのも、まあ一つあったけど、全然いいっす。こんなところかな。あと、脆い。脆いだったよね。あ、ここはね、はい、結構大事。リーチかかってますから。さあ。うわぁ、ここも結構滑ってる気がする。滑ってる。いやぁ。こんなとこかな。あと、誰か。うん。山口。うち、あんまり記憶ない。
山口なんかミキサーに見きた、見きたじゃない、かけた記憶がありますよ。ああ、まあ過去にはね、結構やってたよね。まだ PSR なんて持ってたんです。ね。あと、みそのでしょ？こんなとこ？バットマンしよう。こんなとこですか？キャラがいると本当 PN 牧場からやってもすげえ面白そうですけどね。もう目回るよね。山口君、受け取れないから。もう ここですらもういくつか見落としをしている。うん、一個一個やんなきゃいけないからもう大変です。PSR だと割と楽なんだよ。うん、何でもかけれるから。確かにそうですね。うん、あと誰来てたっけ、誰拾ったっけ、もう忘れちゃうでしょ、誰拾ったか。あいつ拾ったんだ。ミソン。まあ今回は本当に内藤メールでごちそうさまって感じなんだろうな、うん、ですね。さて、もうリーチだよ。うん、佐久間解放してくれてすごい実は嬉しい。佐久間左下です。山口グッチすごい、でも食わせたな、すごいでしょ。一個ぐらい言ってほしいですけどね。一個ぐらい言ってほしいよ。まだあのメールの時にどれが通ったか知りたいですよね。すごかったな、あれはすごかったっすね。 PR 通ってる可能性もあるしな。はい、こんなとこですか。うん、細かくやったらまだできるけど、まあこんな感じにしとこうか。はいはい、いかがでしたか。うん、まあでもやっぱりここの恩恵があるじゃないですか。うん、あの狙ってるピックアップキャラとは別に、そう、こういうね、解放が済むとか、うん、そういう意味で言ったらやっぱりガチャ引いて、うん、解放を楽しむ、うん、とか、またはね PR でもいいですけども、ミキサーをやっていくとか、はいはい、やっぱガチャやることでいろんな恩恵だったり楽しみがあるんでね。うん、まあ、こういう解放とかも、まあ、人それぞれのやり方だと思いますけど、みんなで楽しくやってほしいですね。そう。まあでも、今回ちょっと神解放でしたね、メール。まあメールはちょっと良かったね。すごかったです。まあでもね、トータル的に見たら。SR プラ5がいっぱいあったからね。うん。確かに。そこもでかかったです。うん、じゃあそんな感じで、はい、サクセスようやくやっていけると思いますね。うん、はい。楽しんでいこうかなと思います。ぜひともね、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、評価、よろしくお願いします。またどこまでお願いします。バイバイ。バイバイ。